本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。 G ファクトリーは店舗経営のコンサルティングサービスを提供している会社です。急騰した理由は12月期の赤字幅が縮小したからです。2日連続ストップ高となりました。店舗を持たないゴーストレストランという業態が注目されており、その代表的な銘柄として G ファクトリーが上がっているようです。アピリッツは EC サイト、ウェブシステム、オンラインゲームの構築などをしている会社です。急騰した理由は2月25日に新規上場したからです。2日連続ストップ高となりました。新規上場銘柄がかなり上がりやすい市場となっているようですね。インクルーシブはウェブメディア運営の支援などをしています。急騰した理由は堀江貴文氏を引き受け先とする第三者割当投資をすると発表したからです。2月21日ぶりにストップ高となりました。ホリエモン材料の強さがものすごいですね。ユニバースは自動車部品トランスファー、トランスミッションなどを製造、販売している会社です。急騰した理由は今期経常利益を赤字縮小に上方修正したからです。2月25日ぶりにストップ高となりました。日経平均が下がっていたため、26日はストップ高にならなかったのかもしれないですね。シーズメンは医療品を販売している会社です。急騰した理由はよくわかりませんでした。時価総額が少ないため、どこかの大富豪の気分次第でストップ高になるので、そういったことかもしれませんね。コーリーはスマホゲームの企画、開発、運営をしている会社です。急騰した理由は2月26日に新規上場したからです。上場した26日にはストップ高になりませんでした。新規上場銘柄がストップ高になるのには1日程度のラグがあるようですね。新報告製鉄は金属材料の開発、販売をしている会社です。急騰した理由は最大900度 C の高温域でも膨張しない合金を開発と報道されたからです。新材料系は夢がありますね。ただ、こういったものを事前に知ることは難しそうです。日本銀行は日本の中央銀行です。急騰した理由はよくわかりませんでした。恥ずかしながら日本銀行が上場していることを初めて知りました。バブル期に投機対象になったことがあるらしく、今回もそういったことでしょうか。毎日その日にストップ高した株の紹介と簡単な解説をする活動をしています。もし今後も継続してほしい、また見たいということであれば、ぜひチャンネル登録、いいねをお願いします。